皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回りました。この時間もウェザーニュースライブモーニングをお届けします。よろしくお願いします。さあ、先ほどは三田村千春さんの青をお聞きいただきました。まあ、青ということで山口さんともね、この青色のネクタイでみたいな、で昨日中日がかってなんてお話も繰り広げておりましたが、気づいたら山口さんに教えていただいたんですけど、中日さんは5位でした。今ずっと私最下位だと思って、なんで、ごめんなさい本当中日さん。そしてね、見てくださってる方、間違った情報をお伝えしてて5位で、で阪神さんが今4位じゃないですか。お手手繋いでますよ、もう尻尾は多分もう捕まえてるから一緒にこう上にね、ピョンってなれるといいよねっていう話をしていてね、こう下にこう阪神さんと中日さんでこうぐるぐるとかね、4位5位6位でぐるぐるじゃなく、なんとかこうね上に行きたいですよねって話をしていて、本当にゲーム差も少なくってどうなるかね、かなか難しい。今日は中日さんは広島とやって、まあ、首位広島とやるんですよね。で勝ったらゲーム差1なので、広島と DeNA もで、阪神さんが DeNA とやるんですよね。いろいろ面白くないですかね。もうこれもうどうなるか、そう本当に一晩でガラッと順位が変わってるってこともあって、昨日阪神さんが2位から4位になったってお話ですけど、まあ、明日朝起きた時どうなるか、明日私サンシャインだから見れるかなね、夜ね、あ、寝る時間までは削らないように気をつけつつ、楽しめるとこまで楽しもうと、思ってます。いや楽しみですね。あ、でも広島さんの場合は中継はないのでラジオで楽しみますね、はい、ラジオと速報で、はい、楽しみたいと思います使命ですか。いや本当ラジオを聞いてるんですけど、流しててもたまに分かんなくなっちゃうんですよね。今どうなったのって結局調べて速報で見るってことが多いんですけれども、ね、ラジオで聞いて面白いですよ本当に。しかもその実況してくださる方、ラジオパーソナリティの方っていうんですか、すっごくお上手なんです。それもまた勉強になります。打球投げました、打ったなんたらかんたら、ずっともうかまずにスラ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 状況を教えてくださるんですよ。で見てないのにその情景がすごい浮かぶんです。だから本当に伝え方がすごいなと思って、はい、なのでそんなところも尊敬しつつ勉強しながら聞いて楽しんでおりますね。はい、そして、ここからはですね、まあ、そんな青空を見ながら今日のお衣装のお話しさせてください。今日もですね、衣装協力をいただいております。こちら上のトップス白いものですが、袖のところが黒でパイピングされていまして、スカートは黒で合わせていただきました。黒はレースになっていて、ちょっと分かりにくいんですけども、刺繍でお花の柄もついております、とっても素敵なスカートと黒、そしてひらひらのねデザインがまた可愛いですよね。ということでちょっと可愛らしいハーフアップのアレンジにしてみました、こちらミッシュマッシュさんのものと上下なっております。そしてお耳ですけれども、きらりと光るイヤリングです。とっても素敵なものなんですが、こちらはジミカさんのものです。この輝き具合がすごい綺麗ですよね。こうするとほらー、わかります、チチチチチチチ伝わりました、すごいキラキラなんです。ということで、素敵な衣装協力今日もありがとうございました。今日の衣装のお話でした。